ットボールというと皆さんこんなイメージではないでしょうか。一方、世界で3本の指に入る西村投手は、どっち？どっちどっちどっち？野球でいうと160キロ以上の感覚だそうです。どっち、こっち、こっち、そうそうそう、ドライブ、ドライブ、120。私が一番怖いです今。早いですよ、めちゃくちゃ怖い。待って、この西村投手、実は2ヶ月前に交通事故に遭い、首に激痛が走るのです。事故が起きた時、一流の病院に行かなくてはダメだと社長を口説いて東京の病院に入院させたのは山崎さんでした。みんなの想像の中ではソフトボールっていうのは、まあ、女の子がキャピカキャピカ言って下からふんわん投げてですよ、まあ、おっさんがバット振って、あーたるいなって走るようなもんで、だけどそういう世界じゃない西村みたいなすごいピッチャーでこううなってくるような球でね、勝負する世界があるんだよって感じで怖かったですもん。そういうソフトをとにかく広めたいし、みんなに分かってほしい。だからチャンスがあれば実際グラウンドに会場に足を運んでもらって見てもらいたいと。素人の集まりの軍団がどのぐらいものすごくかっていうのを実際目で味わってほしいかなっていうのを思います。いよいよリーグ開幕。バス40で言うときそのままで渡る駅審判をも巻き込んでしまいます。西村投手の怪我にもかかわらず、結局第一節を3勝1敗で乗り切り、優勝は150% 間違いないそうです。
ソフトボールっていうのは、なんかな、夢でもあるし、で自分を生かせる一番の舞台、うん、自分が出せる。そうそう、だからね、社会人で今、まあ、仕事もして、いろいろ頑張ってるんだけど、で自分の瞬間っていうのを素直に出せる瞬間が、今のグラウンドの瞬間なんですよ。だから今のこの時間を失いたくないし、こういう時間を大事にしていきたいなっていう、それだけですよ。常に傷を持つ破天荒な寄せ集め軍団、刀剣センターソフトボールチーム。それをまとめ上げる山崎さんの夢は、坂本龍馬のようにいつも前に前に進むことなのです。スポーツウェイブサタデー。